はい。はい。目は爆発した燃焼の圧力で回ってるけど、2回転目は惰性で回ってるから、回転力、回転の速度ね、が変動大きいよ。だから、フライホイール、これが丸いところですね。これが必要だから、複雑イコール重たいイコール高いとなりますよ。正しいピストンの話になるんだけど、教科書で言うと2級ガソリン22系ピストン何製ですか？アルミニウムなんですが、その中にシリコンがラジオされている。シリコンというのは金属です。シリコンが多いものは質感としてフルッとしてる、表現していくんですよ。なんかスルッとしてるんですよ。たぶんこっち C のラインだと思う。わかる？普通の方の。たぶん。嘘ついたから。嘘やったら、そんなに高くないし。めちゃぶつけ。入れてますの？これ。ずれてますんで、ずらして書いて、ケースのディーラーで働いてました。サービスメカニックとして11年間勤務してました。まず僕自身がこの学校の卒業生で、その時の、担任の恩師の方が、ものすごく楽しそうに授業をしてて、実際私自身も楽しかったので、このね、ギリン業界で働いているときに、ちょっと心の中ですごく憧れている部分もあったので、いいきっかけいただいたので、今、やってます。楽しいですよ。ギリン科はちょっと先生が2人しかいなくて、大変なところもあるんですけど、逆に言えば、もう自由にやらせてもらっている感じなので、バイク好きの私とバイク好きの生徒と一緒になって楽しくやってます。先ほども言いましたけど、自由に
ってるっていうことは逆に言うと結構責任が重大なんで、そうですね、本当に僕が教えることが生徒にとっては全てになってきちゃうので、まあ、当たり前ですけど間違ったことは教えないですし、逆にそうですね、本当に基本的なこと、例えば、本当にもう要領よくミスのない作業を教えてます。で、それを実践できているのを目の当たりにしたときですかね。整備の知識だとか、まあ、技術だとか、まあ、会話力、話術とかはまあそうなんですけど、まあ、僕が一番思うのはバイクが好きであることだと思います。まあ、なんせバイクって結構趣味で乗るものなので、お客さんがバイクが好きだから免許取って、まあ、バイクが好きだから買いに来るわけなんで、そうですね、まあ、そんなバイク好きなお客さんより、まあ、好きであることですかね。まあ、あとはそうですね、まあ、好きなことを仕事にするっていうよく言うじゃないですか。まあ、それの典型的な仕事だと思います。まあ、当たり前のことなんですが、僕は常々意識しているのは、もう一人の生徒を贔屓しなくて、まあ、生徒全員をもう平等に扱うってことを心がけてます。結構難しくて、まあ、例えばですけど、一人の生徒が間違った作業をしているときに、あ、それ違うよ、こうすんねんでって、その一人に言うんじゃなくて、まあ、一度こう全員集合をかけて、今彼こういう間違った作業をしてるけど実際はこうするんだよ、全員に、周知させてます。まあ、二輪化は生徒数が少ないので、結構そういった意味では小回りが効いて結構やりやすいですね。まあ、意識していることはそういうことですかね。
あまり足りるのかあれって。これ無理やった。無理やった。じゃあ俺こっからやってみようか。はい。こいつどうすんの？あ、これ引きにしてるから。あの左から引っ張って。あ、もういい。こいつこてさせる。なんでなんでさ。俺も多分引っ張りすぎたな。アメブリに緩なるから。ない。ない。あ、ない。柔道部のあの素直わかるやつ。やめろ。でも投げ。落ちてんなって。めっちゃ嫌われてる。スタンド位置が悪い。スタンド自体。